佐竹義信公の、関係している、これ与次郎君伝説というものなんですけど、これキャラクターなんですけどね、あの別に猫でもない狐でもないんですけど、まあ、狐に扮してということで、まあ、こちらに詳しいことが書いてありましてね、あと、まあ、こう江戸っていうのは江戸藩邸で、あの当時ですね、東の国から、まあ、久保田の方に国替えとなって、まあ、江戸の、まあ、いわゆる上屋敷っていうところに義信公がいたんですけども、まあまあ、これは伝説なんでその通り読むと、まあ、こちらの選手行為にですね久保田城を築いて、まあ、義信公の前にですね一匹の白い狐が現れたと、この山に住む狐ですと、まあそこの選手行為の山のことを言ってるんだと思いますけどね、私たちの場所を与えてそうすれば必ずその役に立ちます、狐がかわいそうになった義信公は狐に茶園近くの場所を与え、茶園の神与次郎、茶園の神ですか、与次郎狐は約束と義信の飛脚に身を変えて江戸と秋田の間を6日で置く重要な手紙を運んで大いに働いたと、まあ、飛脚ですね、与次郎さんこんな感じですよね、義信公は狐に、伝言を頼んだんでしょうかね、ちょっと分かりませんけど伝説なんで、6日で往復っていうのはすごいですよね、3日で行ったってことになりますから、この時代半分ですよね、まあ、1週間ぐらいかかりますからね、仙台から江戸っていうのも、5、6日はかかると、すごい速さですね、これが本当であれば宇宙街道、東根では何に殺されてしまいまして無念の衆に、その霊を祀ったと、与次郎稲荷神社、あ、そういうことなんですね、あ、それ知らなかったですね、ここにあるまで、稲荷神社ってちっちゃいあの神社があるんですけど、ただ普通の稲荷神社かと思ってましたけど与次郎稲荷神社なんですね、あ、なるほどね、これは勉強になりましたね、はい、ちょっと伝説ではありますけどもマスコットキャラクター与次郎くん、佐竹義信公に関わる伝説でした、与次郎くんはこんな感じですね、ちょっとな結構勇ましい感じしますね、はい、与次郎伝説でした。